ブーツとウェイク遅い。あ、ポンポンやばい。あれめちゃくちゃかっちょいい。あー、これじゃ欲しいな。優しくて面白くてかっちょいい人いないかな。ねえ、やけにお金持ってる人って謎じゃん。だよね。なんでおごってくれるんだろう。いや、おごられたことないけどにゃ。だよね。あ、つけま取れてる。マジ？このつけま塗り終わった。あれ、ポンポンもだよ。え、やだ。紙盛りって書いてあったのにいまいち盛れないな。だよね。私は漏れてるよ。いやー、てかほんと彼氏欲しい。ポンポンはモテモテでいいでしょな。何人いるんだい、彼氏というやつは。いないよ。え、この前 C 行った人は C？ あー、友達だよ。は？男性と二人様ってデートじゃないのか。私はデートのつもりなかったけど、おごってくれたから行ったんだ。いいなぁ、私もそういうお方欲しい。キボンヌ。彼氏じゃなくて？彼氏の方がいいに決まってるじゃん。はぁ、私さ、好きな人いるんだけどさ。何人くらい？3人。でも5人から減ったの。聞いて、この前バスケ部の先輩に会ったんだけど、何買うのって言うから、ミルクティーですって言ったら、ミルクティー好きな子って可愛いよねって言われちゃった。やばい、キュンキュン、ときめきグラフティーメモリアル。それで飲めないミルクティー買ってきたのか。ポンポンがミルクティー好きでよかった。先輩に会ったら多分またミルクティー買っちゃう。またちょうだい。ミルクティー先輩もよくくれるんだよね。え、ポンポン先輩と仲いいの？うん、友達。横浜まで止まらない。ごめん。あー、ウェイク寝てた。謝罪の言葉もない。先買い物行っちゃおっか。よし来た、装着。新しい付けまのり欲しいんだ。口コミで1位のやつ。私もそれ使ってるよ。